さあ今つわものはあれですね、ヒデ、鈴鹿、倉橋となっております。もう一人くらいモノが出たらモノ戦開始かな。テオさんは6マイナス1。さあこの連携が厳しい。チュンリー期待値対空できず、まあガードでもいいんですが、この体力差とぶち当てたかった。さあ円柱パッチ光線は強いんですが、ビンタで止める。さあワンチャンを狙いにいった。ネモさんが完全に正規を取られた顔をしてましたね。円柱パンでブランカの前ジャンプを着地に円柱パンやってくるチュンリーには電撃が有効です。ドセンターの円柱パンだったら、うわーきっちり、ドセンターの円柱パンだったら当たらないんですけれども、ビリビリは。ただ、ちょっとめり込むような形の円柱パンだと、電撃を食らってしまうリスクがあるので、まあ、ちょっと注意が必要というところでしょうか。お、シャールさんも上がりました。さあここで大戦では避けては通れないバルログです。カラちゃん転生でコアコッパー壊しからなで、さあこれはしゃがみ大パンかくって、さあ中断、しかしやばいぞ、まだ知らない、どうすんの。お、あー何かが出てしまったか。さあ上り台、さあピオリチ、さあ早詰めですね。あれやられると辛いんですけど、さあこれは掴んで、うわ投げる。さあ青葉さん中二戦やり慣れてますね。さあシャルさんも6段に上がってきましたが、6段ではもう青葉さんが待ち受けている。さあ阿部さんも昇格。
の前捨てでコパコパコパやっても多分たまんないんだろうな。相打ち、いや今のは冷てー。これがバイソンブランカ、ごめんなさい、ちょっと仕事のラインが来たのでちょっと解説止まります解説する。あ、今ね3人だけ、鈴鹿、ヒデ、グラハシがモノで4人目待ち。うん、帰りました。台車やっちまいましたね。解説皆さん見てるんですかね。コメント止まったんでどうなんだろう。動画、うん、いや動画見てる人いるのかなってちょっと気になって。あ、確定。固めが激しい。さあ、シャルさんは今7プラマイゼロ7ないプラまだ、あ、そうなんだ。さあバイソンが突っ込んでくるぞ。ウジミは取っている。さあ巻き込まれた、交通事故。あー、これは勝利。これはしっかり削り、今のジャンプ大抵から言ったのは大正解ですね。さあ踏ませた。
さあ勝利、あー一体これは削っていく、送らせ大進、これは厳しい。さあなんと MB 君も上がっております。さあさあバイソンチュンリーがいっぱいいます。67段さあバイソンを倒してなおバイソンが入ってくる。シャルの次は MB、 やべレバーやってないと手が冷える。さあ大昇竜タイプバッチリ。さあ最大削り角、まああの体力差になるともう厳しいですね。よく立ちガードしましたね今。ああコンボいけない、いて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 、いやーこれはうんまあそうですね、ツーキックグランドクレイジーか。お鈴木さんも来た。さあバイソンチュンリー MB 対ペオ、今のデンの疲れはちょっと危なかったが、ゲージがないとやはりこういう風に嵐ができる。連中パンで暴れる、これは中段セオのムーブ。百裂サイク、これは最大ですね。セオが勝って、あいちょって。わあこの背中は痛い。さあチューチュー削れない、わあ確定。今のは飛行剣のあれですね、ケスが浮いた瞬間に打ってましたね。投げる、あれ落としづらいんですよ。さあ前に行く、うわーマルティガードがやばい。さあ来た、うわー1前列を低下してバックジャンプ。さあお互い圏内か、1ドットが、あー先に出された。MB 君が6のプラス2、7段昇格戦、対するはネモ。
ちょっとね喉がねやばいんでね解説少なめでいきます。台刺して、あ見られてる、厳しい。おしかしダブルアップ、厳しいな、ブランカ。あーヘッド厳しい。いやチューパー上、いやこれはしかし、あー逆にやられた、見ている。おお削り切る、早い。ちょっと解説止めます、喉疲れたんで。MB が7段昇格。あれあれ、
今 MB がモノリーチ勝ったらモノ、4人になったらやる、5人、 OK。 ちょっとさっきトイレ行っとこ、モノ戦やります。ヒデさん、鈴鹿さん、クラシさん、 MB さん、倉橋さんいますか？倉橋さん、モノ戦始めますよ。いないってことはまた誰か上がり待ち？倉橋さんいないっぽいな。倉橋さんいないっぽい。
はい、ですね、ということで今つわもの戦ですね、行っております。まずは鈴鹿さんが勝ってプラス1となっております。つわもの戦ですね、プラス5になったら、まあ、昇格ってことで、あ、なにそれ、人数的には、まあ、人数的にはですね、まあ、ちょっと今3人、倉橋さんがね、どっか行っちゃって帰っちゃったのかな、多分ね、帰っちゃったと思うんで、3人でもやってるんで、誰かが、まあ、下がるか上がるかで一旦、区切りとしたいと思います。その間に誰かが上がってくればいいですけど、はい、知ってます、はい、で、あ、さあ MB さんが勝っていく。さあちょっとね、さあということで、まあ、ちょっとね、録画ちょっと最初多分切れちゃってるような気がするんですけど、今、MB さんがですね一気に上がってきて、ここでも上がってるというところです。キャラバランスとしてはチュンリー、バイソン、ダルシムということで、やはりこれだなと。本当は青葉さんもいたんですけど、7段の途中で帰っちゃったんで危ない。投げる、減る。さあこれは勇気の投げ。これね、青葉さんが帰ってなかったら多分バルログ校にいたと思うんで、メンツがチュンリー、バイソン、ダルシム、バルログっていうね、まあいい感じのところになってたんじゃないかなと思います。さて、チューチューパクらないが、さあしっかり丁寧にヒデさん立ち回っている。マイナス1ついてはいるが、さあうまい。さあ今日は一番乗りで、さあ勝って、しっかり勝っていった。
さあ全員ゼロですね。さあブラストがドンピシャで当たる。スライディングが差し込んできて大パン、これは確定している。痛いお釣りではなかったが、さあゲージが溜まって上から来る。これは投げがかくっている。ドリルで逃げて飛行剣がやってくる。下段投げにはいかない。これはバカになってしまう。さあ開幕は歩いてファイヤー食らって、下段は食らって確定している。さあ画面8、フレームフレーム、頭ドリル、下段ファイヤー、コパンファイヤー、チョップで落として、さあこの画面端から逃さない。暴れどころがわからない。テンションをどこで出していいんだ。さあから雲脱出したが体力がなくなっている。さあこの体力差チュンリーは全然いけますよ。さあ踏んでしまって、しかしフレームはない。下段からファイヤーファイヤー、シューキックヘッド。さあ合間を少しずつ空けることで相手を動かしていくという形になっております。さあこれは地上ぐらいではならなかった。食らって大パン上から来る。これは確定していない。ブラストが刺さって、さあまたしても踏んでしまう。今度はインフェルノがある、使って、さあヒデどうする。さあ大パンが乗っかられる。はい、はい、瀬尾さんです、すみません、瀬尾さんです、ね、さあ、MB さんがプラスマイナスゼロと、さあヒデさんが2連勝でプラス1。さあカラーキャンテンションしっかり出している。さあキャラ的にはやはりチュンリーがこの格では有利なのかというところなんですが、 MB さんがさあ相打ち。 MB さんね、6-7段戦一気に6連勝して8段つわものまでね上がってますから。さあ踏ませて飛行剣踏んでしまう。さあヘッド、大ヘッド、思いっきり突っ込んでくる。しかしバックジャンプで回避。さあリスクヘッジは完璧か。ピヨって、さあこれは厳しくなってきた。ゲージもある。 MB どうする。投げる。さあ鈴鹿さんがマイナス1、ヒデさんがつわものプラス2となっております。ブラストブラストブラスト、お互いゲージを貯めて、さあ体力はなくなっているのはチュンリーの方。投げて受け身はないが、あえて取らない。大キックで確定していた。テンションが出ない。投げる。上から来る。ファイヤー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 、どうすんの。上から来て、これは投げかく、どっち、投げ返した。インフェルノで確定。さあ、あの画面端の投げ受け身のチュンリーが投げて
ダルシムが投げ気味取っているときはガード方向がすごい分かりにくくなるんですが、今のところさあブラスト、今のところ食らっていない、刻んでこれは食らい投げはさせない、相打ちでダウンを取る、さあついに投げる、散々刻んで刻んで刻んで中盤相打ち、さあ落とせないがまだ鈴鹿ダルシムのペースだ、さあ中キックで確定、お見事。さてさあ粘りますね、鈴鹿さんが0、 MB さんがマイナス1、さあキャラ的にはまあきつい、バイソンまあきついと思う、しかし頑張ってもらいたい、大キック、これはバンジキューススライディング体育、さあ MB 落ちてしまうのか、マイナス1だ、突っ込んできてヘッドから投げて上、今のは落としにくい、投げがかくる、近距離パンチからそのままジャンプにすると相当上がりにくいですね、クラスさんいた、じゃあクラスさん来たんでクラスさん入ってもらいます、はい、いやクラスさんやってもらいます、はい、今4人、今3人しかいないんでね、やってもらいますよ、はい、龍もクソキャラなんで大丈夫です、はい、さあよかったよかった、さあこれは安く済んでる、投げる、鈴鹿さんが取っていった、じゃあ倉橋さん入ってください、はい頑張ってください、 MB さんもうやばいっすけどさあ倉橋さんが飯食いに行ってたらしい、戻ってきてくれてよかった、さあこの 6-7 段戦では鈴鹿さんのことも結構倒してはいた、昇龍は当たらない、これはインフェルノから昇龍投げには行っていない、これは勝利はかすらない、さあ空中竜巻めくりはガード、中段もガード、フレイム刻んで、さあ勝利割って、これは遅らせた下段に対してインフィルノ投げて、刻んで刻んで安全に刻む、ファイヤーが辛いが、さあこの刻みは投げ、投げで回避、じゃあヒデさん、さあ鈴鹿さんがプラス2、ヒデさんがプラス1となっております。さあ鈴鹿さんが結構いい動きをしている、コパンで落として、コパンで落として、上からは寄らせない、寄らせたくない、さあこれはインフェルノしっかりフルヒットいて、これができるとできないとだとチュンリー戦段違い、さあブラストいいところに置いてある、めくりに行って投げる、戦列が出ないですね、さあめくっているので戦列が維持できないと、さあフレワイヤー、さあブラストがいいところに置いてある、投げて、これは下段刺さって、
さあいい飛び、落としにくいですよこの飛びは。大パンでさあゲージができたので強気に行く。コパン 上に浮いたのを確認して、コパンさあ下がる。さあ危ないインフェルノがあるが、さあ使っていく。背中蹴りから投げに行ったところは暴れて中足が刺さる。さあ戦列吐いたんですが、そこからめくりに行く、投げる、ピオラナイがまだコパンで暴れている。さあブラスト、また人は引っかかる。これは虫かごなのか、鈴鹿ハウス。じゃあ MV さん、プラスさんです。さあ鈴鹿さんがプラス3、つわもの戦はプラス5で昇格となっております。まあ、今日はね、1日ってことなんで8段からつわものということにさせていただいております。さあ MB 降格戦だ、なんとか勝って残りたい。しかし鈴鹿がいい動きしてる、いいところに置いてある。さあヘッド投げ返す、ちょっと高かったか。さあコパン体育つらい間合いになった。さあこじ開けて、さあしかし鈴鹿がガード硬いぞ。上通って、上落としにくい、削って、さあ穴掘り。さあ負けてられない。さあ大パン相打ち、さあダッシュアッパーに対してはファイヤー置いてある。最速逃れてヘッド、さあちょっとピオリチョも気になる落とし頃。さあ大パン刺さってゲージが足りない。さあこの状況でファイヤーモードは相当きつい。逃れて、いやーきついぞ。さあこれはMB 降格。クラスさんお願いします。はいはい。さあ鈴鹿さんがプラス4でモサにリーチですね。投げ返す。さあ一発勝負ならね、まだしもやっぱり、うわうまっ。これ長期戦になるとやっぱり強いキャラのあれが目立ちますね、アドバンテージが。昇龍やらせない、さすがにやりすぎた。さあこ昇格戦だが、いつもと同じ動きをできればいいのか。さあいい飛び、引っかかってめくり、深めに行ったが当たらない。5パンで安全に行く。さあ波動拳、さあ鈴鹿地上から、地上から上から、さあどこから来るんだ。投げは回避して、しかし体力が足りない。大パンでお釣り、マジですか。さあシュウさんが来たが、鈴鹿さんが昇格リーチ。さあ当たる、めくりは投げて受け身がない。下玉ガード、これはかくっていないのか。フレーム、これは飛びが刺さる、バックジャンプ。このフレインフェルノ使わせたのは大きい。さあ体力リードしているのはフラッシュの竜、昇竜は当たらない。画面端に追い詰めた、うまい、飛んでいる。真空使って下段上がらせない、これが倉橋だ。順番はや、ヒデさんが先ですね。はい、で次シュウさんですね。はい、
さあこれが団員戦の倉橋さん、経験がありますからね。さあ降格戦と昇格戦の意味を知っている男。さあ溜まった、さあ出てしまったが痛いお釣りはなくて、さあくぐり投げに対しては前ジャンプで反応、強気に波動拳打っていく、どうせ反応できないんだろうと。昇龍は出ないが暗い投げで受け身がない、これはしっかり飛んでいる。さあちょっと波動拳、これは謎の背中切り、心が折れた音。さあはい、今のダルシムを倒したのは大きかったのか、クラスさんの動きがちょっと良くなっている。さあゲージを貯める、ゲージを貯める、昇龍拳は当たらないが、さあお互いチャージ完了、竜巻で突っ込んでくる、竜巻で突っ込んでくる、竜巻もう一回。さあ完全にやりに来ているこの男、投げにも行く。ヒデさんここでくじけてはいけない、投げる。昇龍はしっかりお釣りを取って、前列使って真空吐かせて、クラッシュ動かない、しかし時間を使っているヒデチュンリー。さあこれは踏ませて確定、負けてらんないのよと。さあ開幕は歩いて大足、今度はゲージために走らない倉橋。さあ下がって一旦下がる、上から来るがコパンで対空、昇龍が刺さる、めくりは深め、竜巻、さあお釣りが入らない。さあどうなる、ゲージはお互い持っている。さあ誘っているところに弦を刺して、さあ追い詰めたのは、追い詰めたのは、さあ早出しうまい、拾えない。さあ真空警戒していたが勝負の投げにぴったり合わさる。さあ今上がってきたシュウさんですね。さあシュウさんもね、前回5年前のね団員戦は経験者なので、この辺りですね、5年前ですよ5年前。さあさあ下段、これは勝利はガードしている。さあ硬い倉橋、硬いですね、いや硬い、安全な波動拳しか打ってくれない、いやー硬い。さあこれは踏んでしまう、うまいぞ画面端。さあこれは食らってしまうが、剣の波動拳なので問題ないといった感じか。さあ前に出る、前に出ないと始まらない、波動拳打ち合って、さあ台出し、さあたっぷり相手の様子を見てから、さあこれはボッタチから逆転、中足で追い払うが、これを飛んでいるのが倉橋。さあ先ほど昇格戦を止められた鈴鹿さんですが、鈴鹿今鈴鹿プラス3と、鈴鹿つわものプラス3、倉橋がプラス2となっております。そうちょっといやまあまあそういうことで、さあ勝利やりすぎ、めくりから次回投げる受け身がない。さあ今リバーサンインフェルノの香りがした、下がる、竜巻で画面端は逃れた、勝利は当たらない。さあ手は出さないのか鈴鹿ダルシム、飛びが刺さってめくりは当たらない。
さあゼロドット飛ばれて危ない。今ちょっと視聴性が見えた。あのファイヤードンピシャで飛ぶの怖いですね本当に。さあ中ボス刺さって昇竜下段。さあこれは置き攻め、ダメージつらい。さあなんとか逃れたが、もう1ドットだ。投げるしかない、やるしかねえ。勝利渡らない。これはガードから真空、いつかは食らってしまう。さあ竜巻からスタート。さあ倉橋さんが本当余計なダメージ食らわないですね。竜巻反応している。ちょっとめくりが深い。画面端をゲットしたのは鈴鹿ダルシム。これは大切にしたいぞ。ブラストで竜巻落として、これはインフェルノ使う、投げる、受け身がない。さあ竜巻も食らわない。さあこれはしっかりとパンチ。さあ、鈴鹿さんが再び昇格戦となっております。今度は止めれるかな。さあこれは投げられている。さあ投げ受け身後の攻防がちょっと面白い。暴れて、さあちょっと気候は刺さる。ヒデさんも結構気合入ってるんでね。加藤さんが今日は一番最初に来て、その次にあのヒデさんが来たぐらい。あーこれはかぶっている。さあ今日は結構気合入れている。さあこれはしっかり地上で2段かくらせて、さあゲージを貯めるからくぐって、チューチューつながんのやばいね。これは投げられている。コパンで止めて、さあとにかくドリルからごちゃ混ぜにされるのが良くない。さあ減る、リレーが減らした。じゃあシューさん、そう下がってる。さあなかなかやっぱり上がれないですね。プラス5っていうのが大変ですね。さあチューチューつないで、さあこれはいい反応を見せている。さあやここから裏に回っていったが、これはしっかり溜めていた。今の素晴らしいですね。裏回りをガードしてジャンプで逃れてから前に行って波動拳に戦列、素晴らしかったと思います。さあ上は早めの転生で裏回りはさせない。膝で掴んで下段。さあこれは冷静に、さあガードをまずは固める、まずは固める。しっかり対空をして対応からリズムを作っていきたい。これはシューが画面端つらい。ゲージは溜まった。竜巻は食らわない。下がる下がる。さあ分かんなくなってきた。下段お互い前に出たところ、まあ、一呼吸を置くか置かないかみたいな、そのぐらいの差ですね。さあ波動拳で押していく。これは天使を溜まっている。めくりから削って当たらない。波動拳で押し返す下段。さあこのチュンリーの歩きに対して波動拳で押していきたい。さあテンションしっかり溜まっているぞ。さあ先ほど見たこのしゃがみで透かしているのか、テンション透かして勝利を当たらない。またしてもテンションを透かす。今度はチューチュー暴れてなぜかにヒット、そしてつながる。いいキャラ。
じゃあ倉さん、はい、8? ここ、うん、やれよ。じゃあ加藤さんの DJ ね。さあ、なんか加藤さんも上がってきたんで、人が増えて嬉しい。さあ倉橋龍が、さあ一気に決めた。またしても貯める。これはどこかで見た動き。溜まった。さあさあこれはしっかり拾って、さあ体力はないが攻めていかなければいけない。まあ、倉橋さんは団員戦の戦い方として前の人たちがどうやって動いてるかを完全に見てると思いますね。さあこれがやってきた男、下段で刺して竜巻で暴れる。しかしまだまだ、これはしっかり弱波動だったのを引きつけて抜けてきた。さあヒデ集中してる。竜巻でお互い溜めて、これは痛い。中ボスいったところを中盤で暴れている。さあ溜める、お互い溜まった。さあこれは波動拳、近距離に行ってカウンター真空を警戒しての垂直ジャンプは多いが、しっかり溜めて綺麗に落とせなかったが、とりあえずダメージは取っている。対空竜巻が当たらない。じゃあ加藤さん、はい、さあ加藤さんが8段に上がってきた。今日ね、今日あの一番最初に来てくれた2人なんでね。ありがたいですね、はい、やはり継続は力なり。最初からいた2人、さあこれはこれは確定か。さあ中足、かなり厳しい戦いと言えるでしょう。さあこれはどうなるか。さあ変な技が出てしまうが結果オーライ。さあしっかり裏に行ってめくりがガードされるが投げる、うまいぞ、強気にいっている。相手には戦列があるが強気。さあこれは消えたところでスライディング。さあまたわからない。これはしっかりガード使わせて投げに来る、したところにスライディング。さあ加藤さんは弱気な発言だったが気持ちを強く持っている。さあ追い詰めてはいる。なあ通って投げ返される、投げる。さあ中盤がなんか当たる、投げ返されて受け身がない。さあいけるか、転んで投げに行ったところに転生。鈴鹿さん、はい、
さあ、鈴鹿さんとヒデさんどちらも強者プラス3ですね今ね。さあどういった戦いになるのか、どちらもプラス3。下段コパンで落として飛びが落ちない。さあインフェルノはどこで使う。天使を見ていた、反応しているぞ。とりあえず距離を離すのに使って、画面端に貼り付けられてるのは気持ちが良くない。さあ上危ない、今日はいいところでブラスト巻いてやるぞ。これはインフェルノから投げは当たらない。投げたんだけど、投げに行って投げを読んだ天章だったんですが、お互い当たらない。さあダウンさせられて、さあ昇格リーチのポイントになるのはどっちだ。固めて固めて画面端から逃れられない。さあダウンを取った、これは大きい。鈴鹿ハウスから脱出。さあ今度はヒデハウスだ、戦列がある。さあインフェルノは出なかった。さあちょっとインフェルノ戦列客が出なかった。はいシュウさん、はい、はい、さあシュウさんマイナス2降格戦です。そして鈴鹿さんが昇格戦と。さあお互い負けられない戦いになっている。昇竜で避けて、さあバックジャンプで、大ファイヤーはバックジャンプで避けるのは割と美味しい動き。ジャックファイヤーがつらい、ジャックファイヤーがただつらい。さあこれは当たってしまう、これは当たって2ヒットから暴れていない鈴鹿アダルシム。暴れて、さあ投げ返している、使ってショーから大キックは当たらないが、さあ対空、さあ勝利当たって、これは当たる、投げ一択だろうと読んだですが、シューさんは冷静に下段だった。さあ大キック、いいダメージを取れている。さあいいダメージは取れているんですが、剣相手には安全な体力差というのがあまりない。一気に持っていかれる。さあジャックファイヤーはいい。さあそしてこれは抜けやすい、剣の波動は非常に抜けやすいですね。さあ上がれるか、ファイヤー、さあファイヤー大キック、さあファイヤー、これは手足を伸ばすと思って勝利は出したんですが、ファイヤー大足当たってめくりに行ったところ食らわない。さあ大キック、大キック、鈴鹿が昇格、これどうする、続ける。はい、ということで、まあ差し当たり倉橋さん、で、シュウさんは降格ということですね。上がったんですけど、どうするかな、これ。そこからモスターで、まあ、続けて大丈夫です、はい、モスター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 。さあ、まあ、鈴鹿さんがモスターに上がったんですが、まだ人もいるし、モチベーションもあるということで、まあ、録画対戦ともに、続けていこうと思います。ちょっと終わりを今定めてないんでいまいちわからないんですけど、やります。さ
さあ投げて、さあただいまシュウさんも落ちちゃったんで残ってるのは、鈴鹿、倉橋、ヒデ、加藤ということになっております。上がった、シャルさんが上がってました。MB さんも上がってましたね。さあフレイムから最後の一撃、わからない、インフェルノを出されると厳しい。さあまあ上がってきた人たちは、まあヒデさんの次ということで、はい、さあネクリはガード、さあ波動拳食らう、置き攻め壊し、昇竜拳をばらまいていく、投げる、インフェルノを出そうとしたんですがリバサになってしまった。完璧なタイミングの投げですね。投げる、受け身がない。倉橋さんのリュース、ダラシム戦結構ね面白いんですよね。狙いどころがはっきりしてる。こういうのをしっかり誘っていく、投げる、うまい。さあ昇竜にまでは出なかったが、さあバカになってしまう。さあしっかり下がる、倉橋イレギュラーに対しての反応が素早い。ゼロドットの鈴鹿どうする、昇竜読まれてる。加藤さん、さあ、プラスは5なんですけどマイナスは相変わらずマイナス3で降格なんで、上がりにくくて下がりやすいっていうルールになってます。さあ波動拳、さあ加藤さんもこんなメンツでやりたかないと言っていますが、下のメンツを倒して上がってきた以上はここで戦う責任があります。さあ真空合わせる、あんまり減らなかったな。さあ波動ストリーム、弱波動がつらい。昇竜で切り返して波動拳、さあ倉橋流硬い、攻め込ませてもらえないぞ、常に嫌な距離をキープしてくる、埋めて常に昇竜が当たる間合いで待ってるぞ。さあ危ない間合いはガード、投げて、さあ波動拳が強い、うまく避けたが倉橋も真空は出さない、中足嫌な間合い、そして何もしない波動拳、硬すぎる。ヒデさん、はい、シャルさん次です。さあ、あっと最悪すげー減ってるけど大丈夫ですかこのゲーム。さあ踏んでしまう、さあバックジャンプでとりあえず距離を取る、波動拳でダウンさせられる、テンションで切り返す、強気だ、しっかり今度は相打ちを取れる、ガードガードから、さあ、まあ、これは抜けられない、波動拳、これはアッパー第一、あくまでも真空のプレッシャーで近寄らせにくくするというそういった戦略。さあ下がって、
さあ下段刺さって、下段が刺さって天章はすかされる。アッパーで対空から踏み込んでいる。下がって大キック、大キック。さあ倉橋さんの動きがかなり人読みっぽい動きが混ざってきて恐ろしい感じになってきた。さあ波動拳、ちょっとやっぱり最初と動き違いますね。抜けて、さあこれは早めのテンション、竜巻はさせない。画面端を継続、これはしっかり相打ち。しかし画面端は脱出している。使っていく、今度はプレッシャーをかけるのは倉橋か。さあこれはちょっと遅かった。垂直見てから第5スだとなかなか難しい。さあ相打ちになる。さあ波動拳貯めて、さあ画面端継続したいがファイヤー投げる、強気下がる、ゲージが欲しい。さあ分からなくなる。さああの垂直狙ってますね。昇竜で切り返す、めくりはさあ踏んで分からない。さあこれは抜けたが当たらない、お互いよく分からない。さあ中足見えていたんですけどね、踏んでしまって、さあお互い集中力が試される場面。波動拳打ってく、踏み込み、さあ当たらない。ヒデ踏ん張った。シャルさん、はい、シャルさん、さあ、シャルさんがね8段に上がってきました。つわものです。ヒデさんはつわものプラス3となっております。さあ打ち、さあ今のダッシュグランド出なかったのはちょっと痛いか。ダウンさせた後にどれだけ近づけるかが大事っぽい。さあヒデハウス、ヒデハウス、さあ短波は当たらない。下段下がる、危ない。さあ体力が足りない、これは相打ち。さあ大パンで相打ち取っていく。さあバックジャンプ、バックジャンプ、バックジャンプ。さあいい立ち回りをしているヒデチュンリ、近寄らせられない。さあこれはガード、左足で無理やり取っていく。天章は見ていて、さあ前列をおもむろに出していく、くぐって天章が刺さって投げにはいかないが遅らせゲダに対して中パン。さあ上に行ったが大キックが置いてある、これは悶絶。いい置き、さあ相打ち、狙い通り気候気候で来るだろうっていうところに相打ち、悪くはない。さあ大足相打ちからなんかすごい擦ってるぞ、テンションは出ない。さあしっかり相打ち取って、なんかモリッとなくなっているバイソンの体力。さあお互い膠着状態、どこで仕掛ける。どこで仕掛ける、前に出てきたのはヒデチュンリー。さあ追い詰めては危ない。さあ削って、一旦削ってはいるが危なくないか。さあ大パン MV さん、はい、さあ
ヒデさんが強者プラス4で昇格戦ですね。で先ほど一気に落とされてしまった MB さんがまた蘇ってきた。あーっと抜けられない、これは抜けられない。さあ下がってさあMB さんの攻めが止まらない。当たる、たっぷり引きつけてから出した。あんだけダッシュストレート系が止まんないとね、打ちたくもなる。さあ相打ちが取れない。さあ悪くないぞヒデチュンリー。さあしかし大ヘッドがゴチッと突っ込んできて、さあ中央足で止める。これは出さない。さあ MB 何狙っている。さあこれはスパコンで抜けられない、踏んでしまう。チューチュー攻めない。あーコパンに当たった、マジでヘッド出したけど中キック、中キックの判定強いぞ。さあ引っかかる、やはり試合を作っているのはヒデチュンリー。チューチュー刺さっていいダメージ入る。さあまたしてもニョキッとくる。さあテンションはヘッド、ヘッドまた切り返すが、もう3発刻んだ時点でバックジャンプを選択しているヒデチュンリー。これは出してバックジャンプで距離を取る、テンションでダウンを取って、さあゲージを止める、当たるあんまり減らないけど、さあテンション、いやー上がった、上がったけど鈴鹿さんです、はい、さあ、ヒデさんおめでとうございます。モサに上がりましたね、でお互いこれは鈴鹿さんがモサのマイナス1、ヒデさんがモサのプラスマイナス0。先ほどがさあこれは危ない、投げて垂直、下段はガードしている。さあファイヤーからファイヤー抜ける、なんでこんなに抜けやすいんだこの技。コパンで落として、さあかなりつらい、どこかでリスクを負って攻めていかなければいけない。落としないがコパンがちょっと減らない。さあこれはカウンターでもらって攻めに行く、やりに行かないと未来はないんだと。ドリル落とされて、さあしっかり固めに行くところは固める。これは戦列当たらな、当たって下がってガードはできる。さあヒデチュンリー完全に守りの型。さあコパンで相打ちで OK。 さあここからどうやって攻めるんだ。戦列あるけど打たなきゃいけないのかファイヤー。これはガードで削られる。加藤さんいます？はい加藤さん、はい加藤さんです。そうか、はい、さあ加藤さんが降格戦ですね。さあこのまま勝ち続けてヒデさん王者になれるのか。まあ王者って言ってもね、今回は、8、9、10が強者重さ王者っていうことになってるんですが、
さあ、いけるのか。投げる。さあ、有利キャラにはしっかり取っていきたい。それが第2戦。さあ、これはコパンで対空。さあ、落とせない。さあ、これは天章が潰される。落とせない。ヒデチュンリーのつらい立ち回り。しかし空対空がヒットしている。あーっと、飛行で落とされて万事休す。ゼロドットどうすんの。飛んで下がる。下がるしかない。さあ、これは飛行券が置いてある加藤さん降格です。倉橋さん、お願いします。いや、7です。はい、7段です。ここさあ、ヒデさんが猛者のプラス2、倉橋さんは、強者のプラス1ですね。さあ、倉橋さんが強者プラス1だとは思えないぐらいの、活躍を今見せているんですが。さあ、真空ドンピシャでなんか合わさってる。今のは見てからではないという具合の。さあ、飛行剣を打つタイミングを見ているのか。それぐらいの思い切り。さあ、ファイヤーから使っていく。さあ、これはマジか。分かってるぞ。さあ、くぐりはさせない。アッパーで落としてない。さあ、チャンス到来か。竜巻をしっかり転生。すごいな、これ。投げる。今の背中蹴りの相打ちから一気に持っていった。お見事。さあ、敗色濃厚だった試合を勝ちまで持っていった。がむしゃらだなんだと言われようと正義でしょう。さあ、しかし先に溜まっているのは倉橋。波動拳。さあ、飛んでまずは画面端は脱出。さあ、波動拳。さあ、波動拳狙ってはいる。垂直ジャンプ。あーっと、お互い動いたところにドンピシャ。さあ、シャルさん、シャルさんは今、お、強者のマイナス1ですね。お、瀬尾さんが来た。いいですよ。そうだな。じゃあ、瀬尾さんはシャルさんの次に入ってもらいましょう。はい。さあ、ヒデプラス3だ。これを勝って王者リーチしたい。さあ、これはバックジャンプ。下がって、さあ、ヒデさんが安全運転実施中。安全運転、これどうすんの。減っているが、ピオル3段で死亡。じゃあ、さあ、ヒデさんが猛者から王者への
リーチですね。下段ドンピシャ。これはお互いくぐり投げだけはさせない。ゲージがあれば分かれないぞ。飛んで当たらない。当たらないのか。さあ王者に上がりたいが、瀬尾さん同キャラに結構自信がある。くぐって投げて受け身がない。これは電子をしっかり打っている。さあ背中でお互い抜ける。先ほどのお返しとばかりの戦列客。さあ王者になれるのか。ヒデ集中している。打ち合い、ガイルじゃないんだから打ち合い。さあゲージが溜まったのはヒデ。さあお互い溜まった。さあ今反応していたセオチュンリ、偶然スピバになったけど。さあこれは反撃がないのか。背中蹴り、背中蹴りから投げる。背中蹴りを空中投げ、テンションが潰されたか。テンション背中蹴り。さあお互いいいところ。これはガード、これは、あ瀬尾さんこれ時間見てるな。相打ち、下がる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 、追いつけない。瀬尾さん時間を見ていた。はい、じゃあ MB さん。さあ瀬尾さんが上がってきましたね。MB さんは今、スワムのマイナス1となっております。さあ下がって、うおーっと当たらない。芋掘りの隙が少なすぎる。何かを振ったところにスパコン。さあ大味な試合になってきた。さあくぐってコパンで落としてから投げる。背中でカバーして投げる。これはガードができる。投げる、芋掘ったところで投げる。背中、さあちょっと予定外の三角飛びが出てしまったが、結果往来後ろに回って投げると感じになっております。チューチューつながっている。あわよくば投げようというところだったんですが、投げ返されて、これはしっかり見ている。瀬尾さん明らかに相手の動きを見てから戦列打っている。芋掘りだから助かってるけど、これは対空ができない。短波に気候が刺さる。倉橋さん、いや鈴木さん、鈴鹿さんですね、すいません。鈴鹿さんおるの、いた、はい、鈴鹿さんですね、はい、はい。さあ鈴鹿さんが猛者広角リーチとマイナス3です。さあテンション待っている。これはガードになるのか。さあしっかりゲージは貯めた。ショーキックで対空暴れて、とりあえず画面端からは脱出しているが、またしても画面端、鈴鹿のコントロールがうまい。削って刻んで刻んで相打ち、
シュンディに対する画面端の固めが非常にうまい。さあブラストは歩いて、さあピオル繋がるの、怖えな、あれ繋がりそうだな。瀬尾さんがやってるってことは繋がるんでしょう。さあ歩いていく、ブラストをばらまいてはいるが、しっかりとファイヤーを見てから飛んでいるので落とせない、暗い投げができない。さあまた強者に戻ってしまうとプラス5を作る作業が待っている。コパンで落として逆列、さあコパンで落とす、めくって投げて下がる、さあ近づいていく、逃げる、うますぎる投げ返して受け身がない。さあチャンス到来、さあ使っていく、早めに使っていった、固められちゃたまらんと。さあダウンしていけるか、テンション当たらない、下段刻んで背中から下段さあ降格してしまう。じゃあ次クラスなんですね。そう、はい、じゃあここで、あの、はい、8番の、じゃあさあ、クラスさん、さあ、鈴鹿さん、とりあえず終わりということで、今日は強者で終わりでございます。さあめくり表、さあこれは瀬尾さん狙っている、投げる、これはガードが間に合う。さあこれはしっかり見ていた、はい、MB さんも帰るそうです。 MB さん分かってる、MB さんはつわものマイナス2で下がる、帰るっていうね、あのこれ分かってますよ、これ第2戦分かってる人のこれ帰り方ですからね、はい、なかなかこうはいかないです、いいと思いますさあこれはめくりさ、ほんと倉橋さんこれチュンリーのめくり投げ絶対させないですね。さあ昇竜めくり投げさせないはまだしも、ダイパンファイヤーですからね。さあ刺さる4段、マジか、めくりはガードしている、最後のチャンスだったか、これはダイパン置いてある、シャルさん、はい、そうですね、お疲れっす。さあ、2人帰っちゃったんでね、今、つわもの戦は、もの戦は4人でね、行われております、瀬尾さんがプラス4なので、昇格戦でございます、一方、シャルさんはこれで落とされると降格、いやー、下段埋めていく、強気だ。さあ瀬尾さんの人間性能をどれだけ信頼するのか、それはガード確定していた、思い切って打っていく。さあちょっと下がって、今すごくない、ちょっと下がって100列出してたんだけど、開幕すごいね、あれは100列が大100列は8フレーム発生なんで、下がりながら出せるんですよ、ね、いや前に出ながら打つっていうのは結構見たんだけど、下がりながらでも戦略として成り立つんですね。戦略としてありですね。すごいですね。バイソンが前ジャンプとか、前ジャンプを落とせるんだ。前ジャンプ絶対落とせる。なるほどね。
なのであの下がり100ですは超有効なんですけど、ミスった時がやばくてっていうところですね。その場で出た時がね。そうですね、その場で出た時はマジでもうあの事故なんで。さあしかし切り返した。うわぁ埋め込んで。ヒデさん次なんですけど、はい。ですか。さあさあ投げて、あーゲージは溜まった、ゲージは溜まった、当てれば。うわ立ってる、うまい。大足に対して弦に差し返し、はい終わりでいい。はい、じゃあこれで、瀬尾さん、倉橋さんはこれ帰るということで、瀬尾さんが、モサに上がったと。はいはい、ということで、今ね残ってるのがヒデさんと瀬尾さんだけなんですけど、やります？やります。いやお互いね一応ポイント的には余裕はあるんで。まあとりあえずじゃあ誰かが上がってくるまで一旦待ちということで、はい、ということで、この録画はヒデさんがモサのプラス3で、瀬尾さんがモサに上がったってところで一旦止まってます。はい、はい、ということで、そうですね、まあ、時間的にちょっとまだわからないんですが、結構ね、みんなもう帰っちゃったんで、はい、ということで、まあ、今配信台は終わってますね。ちょっと帰っちゃった人たちちょっと最終戦績みたいの言いますか。TZW さんが6段のマイナス1で帰りましたね。でハッピーエンドさんは5段で帰った。青葉さんがね、バルログだったんですけど、青葉さんがバルログで7段のマイナス1で、帰宅ですね。鈴鹿さんが強者ゼロという形ですね。さあということで、まあヒデさんがね、モサに上がるのだけはちょっと負けちゃいましたけど、今までヒデさんがずっとね、はい、一番乗りで、はい、一番上まで行ってたんですけど、はいはい、モサだけは鈴鹿さんに負けましたね。そうですね、まあまあまあ、速さじゃないですからね。最終的に落としましたからね。そうですね、鈴鹿さんはね、まあ鈴鹿さんとはね本当にねしょっちゅうやり合っててね、はい、面白いんですわ。ということで本当に、まあ、あのチュンリーの嫌なことよーく知ってるし、こっちもダルシムの嫌なことをよーく知ってるしっていう感じ で、 そうです、ね、お互いに本当にその読み合いがもう一周して、でそっから何やるのみたいな、そういうところなんで。いやただね、鈴鹿さんがね最近ねめくりドリルの精度がねめっちゃ落ちてるから、あのねめくりドリル来てもね全然怖くないっていう。表でいいやみたいな。うん、そうそう、表でいいや、そう表ガンガードでいいやっていう。まあ食らったらもうね事故って思いながら、な前はねめくり4割表6割でね、かなりねどっちっていう感じで。テンションは出さないんですか。大テンションはあの裏が出せる、裏取りがちゃんと出せる人だったらテンション絶対仕込まないといけないんですけど、はいはい、あのその精度によるかなっていう。ああ、まあ、だからのじ合いやって、あ大体これくらいの精度かっていう風に分かったら、まあ無理はしなくていいかなっていう。なるほど、ね、そんなリスクを背負う必要はないかなっていう、はい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 、しゃがみで食らった場合で大テンション出なくて、あで、あのドゥンドゥンまで入るんで続き、そうですね、だからもうピオカグになっちゃうんで、まあそれで終わりよりかはね我慢して、あの次に立て直すきっかけがあればいいのかなっていうところですね、はい、いやでも瀬尾さんすごいですね、上がってきて4連勝ですけど5連勝やばい、やばい。瀬尾さん上がってきて5連勝ですよ。どうなってるんですかね。さあどうしようかな、これ配信台は空いてるんだけどね、かといってこれ無理に、そうですね映してもいいですね、はい、なんかなんだかんだ言って、はい、いっぱい来てくれてるんで、そうですね、よかったですね。
あ、コエモンくんも来てる。まあこれ、まあ見ての通り運営が大変なんで、あんまりできないですね。1年に1回ぐらい。まあ、本当トネビー君、はい、本当今日はありがとうございます。はい、まあ他のバーサスの、まああとケイシンさんもすごい頑張って、ね、はい、やってくださってますし、あとは店員さんもね、そうですね、すごい頑張ってくれ、はい、くださっててっていう感じで、本当にこのね、皆さんが頑張ってくれてる中でやれてるっていうのが本当にありがたいですね。いいんですか。なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、ということで今、これは6、7段線ですね。6、7段線を今こっちに移しました。3人でやってますね。さあ、シュウさんとアゼとペコということになってます。でペコさんが久しぶりに S 剣使ってますけど、7段の、マイナス1、アゼリアさんが6段のプラス1ですね。はい、さあ これは厳しい戦いになってますね。これ文鎮さんは違うの？文鎮さんは違うの？あ、そう、5なのね。あ、そう。そういうことですね。はい。髪が足りないから。うそ。さあ。これはアゼリアさんが取っていく。さあ刻んで投げて、さあやられてしまう。じゃあシュウさんですね。はい、でペコさんが今、7の0と、はい、そうです。はい、アゼリアさんが、6の0ですね。で今湘南さんが上がってきたと。いうことです。まあ、ちょっとなんか人がすげえ増えてるんで、多分これからガンガン上がってくるんじゃないかな、これ。ガンガン上がってきたら1台では無理では。シャルさんは何、もうお休みやってる？こっちいる？あ、そう、じゃあ入れないとダメなのね。シャルさんが、ね、7、じゃあ湘南さんとりあえず入っていただいて、はい、そうです。シュウさんが7プラス2ですね、今ね。うん、7プラス2。昇格戦ですね、これね。7って書いてるような。あ、6ですね、すいません、6ですね。6のプラス2ですね、すいません。はい、6のプラス2です。
か。7の0ですね、はい。マイナス1、そう、マイナス1。さあ、大キックさあ、追いかけた。どうせバックジャンプするんだろう、そういう感じの動き。波動拳の打ち合いになっている。昇竜拳で抜けてファイヤー。さあ膝で投げて下段はガード、昇竜当たらない。67段戦ですね、これは。さあ刺さって鈴木さんが6段、はい。まあ、あと1人上がってきたら2台かな。さあシャルさん、じゃあやって。はい、お見事7段でございます。7段で湘南さんはマイナス1と、はい。アゼリアさん次ね。さあこれは裏に回るやつ。ヘッドで抜けて、昇竜。さあとどめの一発がわからない。アッパーで相打ち、アッパーで相打ち。さあダイヤシャドウ、大パンに引っかかって、これは暴れていない。ヘッドでノキッとしたが刺さらない。投げ返してヘッドで抜ける。さあダメージを取らないと勝てない。大足の空振りを投げる。さあヘッドで抜ける。さあ竜巻、昇竜当たらない。昇竜勝利、引っかかって投げ返す。小足が出ていたが、大足。さあゲージを貯めて昇竜が引っかかる。二択は下段。さあ暴れない。さあこれは突っ込んでこないぞ。さあ膝で掴んで投げて、これはヘッドが当たらない距離。これはしっかり2段入れる。痛い。ヘッドで抜ける。さあ反撃昇竜から2択の時間。コパンで下がって下がって、さあ周拳もチャンスをうかがってはいるが、クレイジーがガードできなくなる。抜ける、波動拳を抜ける。さあ下がる、引っかかる。昇竜じゃあ阿部さんですね、はい。はい、わかりました。
さあちょっとマイクを持ちましょう。ヒデチュンリーです、こんばんは。まあ今まだ配信見てる方も多いんですけれども、デイヒーガー強者の時代。いや今あれです、あのモサですね、デイヒーガーモサの時代鈴木さんが7段、うっ昇竜拳、あ、うって言葉出ません、うっ。とりあえず今、物以上がですね、セオチュンリーがモサで、僕ヒデチュンリーもモサで、ツワモノが、今、まあ、帰宅され、皆さん帰宅されたりとかでちょっと不在の状態で、今ちょっと2人しかいないので、一時ちょっと中断中というところですね。そして配信の方は、今6から7段の、対決をやっております。やはり6から7段となるとマイナスがつき始めるので、皆さんなかなか思うように燃焼が、お、シュウさんが昇格戦、しかし相手は S 剣、しかもペコさん、他昇格見込みのある方はまだ。さあ小足から遅らせ勝利、減るぞ。さあこれで体力はほぼほぼイブン、踏み込み、さあ大栄翔大して差し返す。さあ大足をまた大して差し返して、さあ F 剣のいやらしい前からの飛び、あれがマジで落ちない。さあ中足と一文字でやり合っていくが、さあ飛んでいく、しっかり受け身を取っている。さあシュウさん無理はしたくないが、あまり防御的になるとこういう形で、さあ一文字が入って、これは食うぐらい踏ませた。まあ今は画面をこう動かさなくても、まあ食らう感じの強波動でしたね。さあアッパーで対空、ペコさん反応が早いぞ。さあ波動の硬直はやはり F 剣短いので、 F 剣対 X 剣は F 剣がかなり有利と見れますが、大昇竜対空、さあ竜巻大切つながって、いやー飛び落とす、中高昇格できず。さあペコさん今いくつ、7-0、7段の0プラマイ0。さあ大勝利暴発、これは食うぐらい、何で食うぐらいしたの、コパコパコパチューで、しっかりパコンまで、コパコパコパチュー、いい連携ですね。さあ DJ も安直には止めないでしょう、この組み合わせ。やはり波動の硬直が短いのだけあって、おっとこれはロケティア失敗、踏み込みがするで。さあこの試合はペコさんが大幅リード、踏み込み、しゃがみ中盤はあれなんですね、安全に触れるとは限らないですね。戻り際にダイヤショーが刺さってるような感じに見えますが、しかし確定ダメージを逃すと厳しいです。まあどのゲームにおいてもそうですが、コンボミスはかなり痛い。さあ大中中中かな、さあおお、これは当たる、
さあ当たる、佐藤 DJ がうまくいなしているが今度は飛んでいく。さあ画面端はやばいぞ。さあ球が加藤さんも速い。さあ我慢タイム突入。あー対空出た一回今のは。さあ撫でて昇竜は当たらない。昇竜が当たればかなり最大でしたが、さあ鈴木さんです。さあ鈴木さん、この男もかなりやばい。バレている、バレている。さあさすがに中足の戻り際に背中が刺さったか、ダイヤシかな。さあスライディングがかなり辛いですね。うわー揉んでくる。今のコパンはおそらくスパコン読みでちょっと様子を見たっていうところでしょうか。ここパンからガードですね。さあちょっと暴発してしまったか。さあ安直に体力を削らせてくれない。さあスライディングの出際を、さあこれは遅らせコパンでしたが、しっかりとコンボでとりあえず反対側に行く感じになるが、バレている、バレている、うわバレている。鈴木なんで強し、鈴木さんは今いくつ、7プラマイゼロ。さあシューさんの剣です。そしてステージが超速い、ダイヤシにダイヤシを差し返して、これね剣がやっぱりね掴みに行かないといけないんですが、バレている。一回どっかしらで掴みに行って体力を奪わないと自利品になります。厳しい、おおお、わざ漏れたところに。さあ台紙差し込んで昇竜リバーサル、リバーサル。さあうまい具合に立ちで透かしてますが踏み込みが鋭い。ここは小足からスクリューを中足で暴れるが、バレている、つえ続きプラス1。沼さん、沼さん、沼さん、さあワンピー側に沼バイソン。4WD、さあダンディバイソンといえば関西の方の10カウントでグンゼさんが10かき取ったらしいです。俺まだ動画見てないんでちょっと見ないとですね。見ている。さあうまく影縫いしていくがしゃがみ中継。大戦はいかに有利キャラに対して有利キャラを持ってる場合はいかに冷たくやられるか、それも大事だと思います。さあ下がる下がる下がる、おお出なかった。あーここは全打ヒット中断、厳しい。ヌーババイソン勝利。
さあ阿部さんが苦い顔して着席します。スーピー側さあバイソンのゲージがパンパンだ。あぶね、見ている。あーアルティナでは通用せずやり返す。今度はやりに来た。さあデイジーワンに当たって、うわー大足にグランドがさせなかったか。アントリーバッシリから中継グランド。さあなんとかアベリア、阿部さんが粘っているが、あーこれは見てからヘールヘッドで、おー終わんない。あー今のは何で暴れたんだ。さあグッチさんスーピー、沼さんが6プラス2。さあ沼さんが早速7段昇格戦です。さあヘール、見てから、さあこれはいい連携で押すがめくり出さがち、これはガードになる。さあこれはあーやばいやばいやばい、おおコンボだったらやばかったですね今の。ヒオレーいって、さあ沼さんが7段に昇格です。あとプラス3で強者です。強者です、7プラマイゼロですね。鈴木さん8じゃなくてモノです、モノ。波動のデギアにグランド刺さって、さあ勝利勝利掴みに行く、どっちめくり、うわーよく立った。しかしうわー大足しっかり対空、さあ周りの声から沼さん早上がれと。言われておりますが見られてる、厳しい。さあ立ち中継に中盤グランドが刺さって、しかし弱小ルーめくりたくまき、おーよくガードしていった。勝利、これはおークータス、シュウさんが沼さんの息を止める。ここは素直に掴んで
やばすぎる、前ある手が怖い。しっかりガード、ダブラリが出なかったか。これは踏み込み、うん、あーこれは死んだ。さあ一文字一文字、怖くは勝利。さあここから待っている、踏み込み、さあこれはさすがに厳しいか。あーこれは暴発してしまった。しゃがみぐらいだったか。ここはダイ、いやチョップ、うますぎる。さあ鈴木さんがプラス1でにんまり、ここでぐっちり、あははは、さあミドル、うますぎるんだけど、うまい、確定、上からザンギ、やばすぎる。さあこれは様子見を見たか。ダイス差し込んで、いていていて、さあ追っ払う、やばいやばいやばい、あー当たる。いやーこれはしっかりガード買って、波動、波動打つのも必死、なかなかデジを止めさせてくれない。当たる。鈴木ザンギが7プラス2昇格戦、とここでムンチンさんが入る。さあ昇格戦鈴木ザンギ、しかし相手は龍拳と違ってかなりきついぞ。巻き込まれる。しかしスクリューやって、コアダイ掴ませない、わーしゃがみぐらい、さあ分かんないぞ、おーガード、あーこれはあー今のは高めぐらいなのに何がかけてましたね。あいって、さあこれはめくりから画面端に追いやる。さあ空中で巻き込まれるが膝で潰す、さあガードが硬い、ブンチンフェイロンどうする、うーしゃ、お互いしゃがみのこの怖さ。さあちょっとずつ削っていくか、ここはミドルが刺さる、鈴木ザンギがリーチをかける、あー巻き込まれていって、
ダメージも痛いんですけど、画面端に追いられるっていうのがやばいですね。うわっ、コア大ガード当たる、コア大ガード、あー巻き込まれてしまう、昇格を阻止する。さあ、文鎮さんの天敵のシャルさんですね。さあ、当たる、ビレイから投げて文鎮ホイホイが始まらない。さあ、上から行く、行ってコッパングランド。さあ、これは撫でて受け身がない。あっ、おわー、これは奥ラフェクレイジー当たらず。あー、まあ削り角ですね。このダルシムステージの速さで今のヘッドで返すのは至難の技でしょう。かなり、さあ、しっかりガードしている。手投げ、おも、裏、表か、あ、コンボが。さあ、ゴシゴシ逃した魚は大きいのか。エンダイパン、うー、アッパー見ている、しっかり削りきる。さあ、今の大キック、大パン劣化三発で多分死んだまであるので、さあ、きついきついきつい、投げて、あー、食いづらい、投げる、文鎮ホイホイ。さあ、ここで天敵 DJ、 さあ、巻き込まれた、コンパンが繋がらなくてガードはしっかり受け身を取っている。うわー、上は見ている、そしてめくり投げる、さあ、何ですね、さあ、中段支援燃やすが、ここは画面を離すのを優先した加藤 DJ だが、さあ、デディはあ、めくってる、コンボバッチリ、さあ、沼さんが入ります。さあ、開幕飛んでいく、エアスラ1点読みか、相打ち、投げ返す、受け身は取ってるのはさすがですね、沼さん。相打ち、さあ、しゃがみ台パンが強いが置いてある。さあ、上から行く、投げ返す、あのしゃがみ中継強いですね。さあ、しかし
さあ相打ちは、まあ、DJ 側は悪くはないでしょう。しかし画面端ゲージ持たれている。うわ出ない、ダイヘッド寄って、さあ相打ち相打ち、ヘッド見てる、フォーが当たる。出ない、さあ遠大ファンが刺さる、モミオ沼さんがこれで7のプラス1、マイナー1。さあ当たる、さあこれは安く済んだと思うべきなのか。しっかりコンボ、うわアンドビはミスるもスクルーでフォロー。さあスクルー当たって表から画面端に近いコンボ、しかしいってピオール、クレイジーしっかり、おっタッチチューパー、さあバレている、わー割っていく、うめえ、さあ当たった、リーバさん割り込みか。さあ沼さんがプラマイゼロ、シャルさん同キャラ、ここ6から7ですね。はい、さあこのアッパー投げがマジで見えない。さあ台足のところにしっかりと着半、さあやりに行く、埋め込む、バレている、おお、もう一回、おおヘッド弱ヘッド、さあ中盤グランドオクラスです、いって、さあこれは厳しい、沼さんがプラス1かな、草さん、文珍さん、引っかかって、あー裏回りのネタはちょっと着地が早かったか。さあこれもちょっと着地が早いがフォロー、相打ち、遠大パンが長い、さあ支援で燃やす、こうエンコパンから劣化3発投げて投げ返す、さあこれはやりに来たぞ、
相打ち、ドローですね。相打ちか、見られている。ないですね、打ち身がない。さあこれ確定か、燃やす。さあ削り切った。さあしかしまだ 1-1 ですね。さあしゃがみで巻き込まれて6ヒット。投げて、投げ返す。我慢している。エンナイパン見られて、おー仕込み。さあ沼さんが昇格戦かな。グッチさん、グッチさん、トレピー君昇格戦。さあ沼バイソンが昇格戦。開幕前ジャンプ。さあダヘッド寄って、あの中ヘッドが強いんですよね。しかし波動の出際に当たる。うわ見てから、さあ2は波動で止めるが沼さんの勢いは止まらない。さあ大足使ったところにグランドが入っていって、さあゲージを貯めたいが波動でよく打った。これでちょっと竜に少し可能性が、あーこれは見ている。投げて打ち、まだ知らない。チューバー暴れた、あぶね、あーわーやっちまったー。今のは確定です、沼さん昇格、つわものです。さあ今物以上がヒデ、セオ、沼となりました。ペコさんも、お、ペコさんも、さあシューさんも昇格戦7ものに、さあ配信台に行きましょう。シュウさんがモノに昇格戦反対側でやってます。対するこっちは鈴木ザンディ対シャルバイソン。さあしっかりと三段で追っ払うが、さあゲージを貯めたが、うおーファイル、コパングランド、これは的確な暴れ、相打ち、ダッシュストレートが入る。あーこれは浮かんでいく。
シューさん昇格、モノに昇格です。モノ戦、モノ戦やりますか。さあ、ダイヤシ差し込んで、いやー強い、さすがのバイソン戦ですな。